そう、お待ちどうさま。じゃあ開けようか、開けるよ。でもおばあちゃんね、いっぱい荷物持っちゃってるから開けるわね。ってひっくり返しちゃったの？なっちゃん、カリカリ昨日の夜残してたのにひっくり返しちゃったの？もういらないよって言って押しちゃったのかな？待って、置いとくわね。また食べてね、これもったいないから。シャンプー行きましょう。ちょっと待ってね。はい、ちゃんちゃんとしてる、偉いね。してるね。ねえ、ゆきちゃんね、ちゃんとしたね。はい。そう、ちゃんと行けるの。ちょっと風きついよ、大丈夫？はい、じゃあ行きましょう。行けるよ。いいですか？はい。うわ、雪、やっぱり雪溶けてないわ。雪溶けてないねえ。溶けたかと思ったけど裏は溶けてないね。表は溶けたかな。寒いね、なっちゃん。風もあるし、どうしますか。ほらほら、風すごいね、なっちゃん。空も出てる、青空見えてるけど、鳥もいるけど、
ちゃった。どこから出てくるのかな。ちゃんどこから出てくるのかな。してたのかな、あっちゃん。ちょっと待ってね、暖かくなるから。どこから出るの？今度は。ちょっと待って、電気つけるから。よいしょ。ちょっと待ってね。はい。閉まってる。はい、閉まってるよ。開けるよ。はい。ちょっと、ガチャード閉めたままだから。ちょっと待って。開けるわね。はい、表はお天気がいいよ。表は裏と違うね。残ってるけど、
つだけ行ったから、もうそれで満足したのね。ね、ふりこちゃん、ふりこちゃんね、美味しいもん。ちょっとこのカリカリにチュールかけてあげようか。こっちおいで。ひっくり返した。カリカリにさっちゃん、さっきひっくり返してたでしょ。いつひっくり返したのかな。チュールかけたけど。ね、こっちもチュール。チュールかけた。これでいいかな、カツオ。カツオのチュールにしようか。はい。待ってね。ここにかけてあげるから。かけてね。一旦首を外そうか。さっちゃん。ちょっと首外して。どうなの？首を外してこうよ。はい。よいしょ。はい。いけるよ。いい？はい、そのチュール、はい、よいしょ。さっきひっくり返してたやつだよ。どうぞ。カリカリじゃなくて、チュールもちょっと。
ほら、おいしそう。キュウリだよ。おっちゃん。キュウリに、カツオに、さっちゃん。ほら、マグロ。あれだね。レトルトっていうか、ウェットフードやね。おばあちゃんのカレー、チキンカレー、コーヒー、それからおばあちゃんのレンジパイ、美味しそうな、さっちゃん、それにさっちゃんの大好きなカリカリ、ほら、もうカリカリ、すごいね。まだあるよ。さっちゃん、まだありますよ。はい、カリカリ。もう一つあるよ。はい、カリカリ。はい、カリカリ並びました。さっちゃん、たくさん並んだね。よかったね、さっちゃん。ねえ。あ、これからこれ。これハートチョコレート、さっちゃんは食べられないけど、ハートチョコね、不二家の美味しいハートチョコ、それからさっちゃんのおやつのチュールビッツ、あれ、あら、これすごいね、どうする、こんなにいっぱい食っても、まだもう一つあった、はい、もう一つチュールビッツありましたよ、ほらチュールビッツ、ね、さっちゃん、たくさん送ってくれてありがとうってね、カオルさん、ありがとうって、よかったね、ね、ありがとうって、さっちゃん、ありがとうねって、よかったね、さっちゃん、さっちゃん、何から食べる、好きなウェットフード食べる？どう食べようか。ね、この送っていただいたウェットフード一つ出してあげよう。カツオの方が好きかな、さっちゃんは。カツオにしようか。ほら、カツオとささみとホタテが入ってる。これしようか。こっちで入れてあげよう。はいはい。さらにはいはい入れてあげるから。ね、はいはい入れてあげよう。はい。ここでね。待ってね。入れるよ。待ってね。
はいはい。で、さっちゃん。はい。たくさん並んでるところです。バッグ。はい。はい、どうか。ひっくり返さない。入れるよ。お疲れ様でした。たっちゃん、ブロッコリー食べる？ブロッコリー茹でてるけど食べてみる？今ないからブロッコリーにする？うん、ちょっと待ってくれる？はいはい、ちょっとじゃあブロッコリー今刻むから待って、ね、こっちこっちブロッコリー刻むから待っててね。倒すのよ。ちょっと待っててよ。暑いよ。お散歩行かないよ。お散歩今ちょっと行かないよ。帰ってきたとこだから。
ロッコリー切るはさっちゃ危ないから、うん、今刻んでるからさ、そしてまぶしてあげるから、はい、かつお節ね、どこ行っちゃったかな、上がらないでね、冷蔵庫の上がらないでね、かつお節かとかで、はいはい、待って、はいはい、待って待って、さっちゃん、少しだけ、ほんの少しブロッコリーと、どう食べてみる、はい、もうちょっと足してくるね。ちょっと待ってて。食べちゃったね。もうちょっと入れてあげようか。
猫ちゃんが行くとこどちらまで私が決められないから猫ちゃんが行くとこに
てあげましょう。ご苦労様。鳴き声がね、あんまり聞こえなかったのよ、さっちゃん。泣いたかどうか分かんなかった。お迎えにはワンちゃん行けないからね。お迎えだけには行けないからね。ごめんね。食べてなさい。もうなんかつけてるよ、背中に。2回も今日お散歩行ったもんね。綺麗かな。